とことんとこいとうとアシスタントのくんちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は9月の2日金曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアロルイエーイ。バラがないと寂しくなることがある、ありませんか皆さん。この時期夏剪定でも全部つぼみから何から切ってしまってバラが咲いてないっていうとこないですか。僕は夏剪定しませんのでまだまだバラ咲いておりますよ。バラがなくなっちゃうと寂しいので夏剪定は毎年してません。エンドレス剪定というやり方で咲いたら切るを繰り返しておりますので今日もまだまだちょっとずつバラをカットして香りが楽しめますよ。そんなバラたち今日も皆さんにご覧いただこうと思いますので本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では香りのバラカットしていきましょう。こちらですね、ヒューリクソン綺麗に咲いてくれましたよ。クリスティアーナも綺麗です。ローズポンパドゥールも咲いてくれましたよ。それからボクサムビューティー綺麗に咲いてくれました。さらにジュルドゥブリザックも頑張りましたよ。それからエンジェルフェイスも綺麗です。いいですね。そしてクロードモネですね。それからリーパフュームも咲いてくれましたよ。それからマイローズ綺麗です。ボレロも咲いてくれましたよ。今日もたくさん咲いてくれたね、くちゃん。そうだね、とこさん。本当にありがたいです。この無農薬栽培の僕のバラ庭で、こうして毎日たくさんバラが咲いてくれるんですよ。本当にありがたいことです。もう、ワクワクするよね、毎日毎日。そうだね、とこさん、嬉しいね。はい、まずはこちらの赤いバラ、目立ちますよね。マイローズから香りを楽しんでいきましょう。こちらの赤いバラは、ロサオリエンティスさんのバラですよ。こちらがマイローズで、こちらがルイスキャロルというバラです。香りはいかがでしょうか。あー、香りはティーの甘い香りがうっすらしますね。そしてこちらルイスキャロルですね。あー、この子はとっても甘くて濃厚な香りが楽しめます。同じように見えても香り方が違うんですよ。そしてこちらの上のバラ、はい、リパフュームも咲いてくれましたよ。綺麗に、いかがでしょう、リパフュームは。あー、甘くて爽やか、いい香りです。そしてこちらお隣、クリスティアーナも綺麗に咲いてくれておりましたよ。クリスティアーナは爽やかで甘い、最高です。そしてこちらですね、ボレロ、ボレロも綺麗に咲いてくれておりました。ボレロの香りは、あー、とってもフルーティーな甘さに爽やかさが混ざりますし、そしてこちらですね、シャンテロゼミサトちゃん。シャンテロゼミサトちゃんは甘くてスパイシー、スパイシーだね、くーちゃん。とってもいい香りです。そしてこちらですね、はい、こちらのボクサムビューティーも頑張って大きく咲いてくれましたよ。ボクサムビューティーの香りは、おー、爽やかで甘いティーのような香りがしますよ。最高です。そしてこちらですね、ジルドゥブリザックも綺麗に咲いてくれておりました。ジルドゥブリザックの香りはどうかな、くーちゃん。あー、甘くて
スパイシーそうだね、この子もスパイシーだね。もうどの子を香ったか分かんなくなるぐらいたくさん咲いてくれておりますよ。こちらはヒューディクソン。ヒューディクソンも甘くて爽やかです。頑張って返り咲いてくれましたよ。それから今日はこちらですね、ローズポンパドゥール一家に一本6本どうでしょうか。ローズポンパドゥールの9月のバラもなかなか可愛いですよね。はい、一家に一本6本の香りは甘くてフルーティーだね、くーちゃん最高です。そしてこちらですね、はい、クロードもね映っておりますでしょうか。もうほとんど今は絞りが入ってませんね、9月はもうただただピンクのバラに近いですけども、香りはクロードモネの香りです。甘くてとってでも爽やか最高です。それから今日は、はい、エンジェルフェイス、こちらの紫色のバラ咲いてくれておりましたよ、エンジェルフェイス。はい、こちらの香りがもう、はあ、もう本当にブルーのバラ独特のいい香りなんですよ。もう本当にありがたいです。はあ、もう今日もどの子も最高だね、くーちゃん。そうだね、とこさん。もうまさに香りのバラのびっくり箱やー、びっくり箱やさあくーちゃん、今日もたくさん咲いてくれたから天使の器に飾っていこう。いいねいいね。こんな感じで完成といたしましょう。ちょっと入りきらないモリモリ感がすごいですね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。無農薬で咲かせる9月のバラということですけども、綺麗にたくさん咲いてくれましたよ。もうなかなか全部のバラカットしてご紹介できないのが残念ですけども、もう片手に持ちきれませんので、はい、今日はこれぐらいのバラをご紹介ということにしましたよ。本当に毎日こうして香りのバラが楽しめるっていうのは幸せなことだね、くーちゃん。そうだねではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。トゥン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 、闇に隠れて生きる。はい、これが分かった方は外の余計人間ズッキン